おはようございます。今日の隠居飯のコーナーですけども、今日はね、このゴールデンカレー、私の大好きなインスタントカレーですけども、このゴールデンカレーをね、いただいていきますね。ゴールデンカレーには、こういったね、黒いラベルの辛口があるんですけども、今回はゴールドのラベルの中口でございます。そしてね、近々ね、こちらに挑戦します。リーの30倍。もうこれね、辛くってカレーなんかなんだか分かんなくなりますよね。それではですね、今回私がいただくゴールデンカレーの中辛、こんな風に出来上がっております。ね。私は必ず卵をつけるんですよ。これね。ご飯はまあ少なめということで。これを大胆にかけてですね。まだほかほかしてあったかい。いや、ゴールデンカレーの中辛を朝6時に相場回数の後に食べる。今日のね、朝のライブ放送も本当ありがとうございました。最近ね、ロシア関連の情報を皆さんの頭にね、インプットしていただこうと思いまして、まあ、ロシア、ウクライナがね、今ね、深刻な状態になって、それを世界が追随してるって感じですけども、結局アメリカの一人勝ちというね。いいですね、アメリカはね。遠く離れたところから、ユーラシア大陸、中東、この辺りをちょこちょこっと操作して、無傷で一人勝ちですよ、うん、まあでもね、そういう意地悪な言い方ばっかりじゃなくて、アメリカもかなりね、軍事支援してるんですよね、今回ね。まさかね、あのジャベリンとかいうね、1機400万のバズーカみたいな対戦車バズーカ、あれを売ってるとも思えないんですけどね。どうなんでしょうかね。まあ本当現地の方はね、食べるものを食べずに大変なところだと思いますけども、うん、その中でね、申し訳ないですけども、いただきます。平和な日本、本当にありがたいと思いますし、世界中がこういったね、日本みたいな平和な環境になることを望んでおります。うん、うん、辛い。うん、でもなんでね、戦争がなくならないのか、誰かが利益を得るからなくならないんでしょうね。でも絶対戦争なんてね、やっちゃダメですよ。せっかく米ソ冷戦なんていうのは時代が終わったんですけども、結局はね、同じ人類、同じ民族同士でいがみ合うっていうのはあるんですね。でもね、あのロシア、ウクライナのことを今ね、注目されてますけども、私常々思うのは、ルワンダとかね、コンゴの問題中心としたアフリカですよね。先進国が戦ってる中で常に犠牲となって歴史の闇に葬られていたのはアフリカですよね。三角貿易とかいうのもありましたし、うん、でも未だにレアメタルを中心とした資源鉱物を争って、人はね、自分の血を流さずに金でもって人に命をかけさせている、まあ、そんなピラミッド構造はやっぱりフリーメイソンなんですかね、ロスチャイルドなんですかね、ディープステートなんですかね。でもどんな力が働いているよと、私たち普通の一般市民が束になったら止めれるはずなんですけども、あまり食べながら話すこともないんで、すいません、この辺でゴールデンカレー食べ食べ動画でした。